皆さんこんにちは、 D コレクションスタイリストのみゆです。前回ですね、私が選んだ秋のおすすめデートコーデをご紹介させていただいたんですけれども、実際にどうやってそのデートコーデを組んでいけばいいのかわからないと思うんですね。なので今日はそこを徹底的に解説していきます。デートには NG なコーデからだんだんかっこよくなっていくデートコーデに仕上げていくので、ぜひ最後までご視聴ください。それではデートコーデの組み方スタートします。お待たせ。あ、待った。あ、本当遅いという感じで失敗コーデです。ちょっとありがちなコーディネート なのではないでしょうか。まあ、少しちょっとこう子供っぽいかなという印象になりますね。でもしこれがドライブデートとか、あのお買い物のデートとか、ちょっとこう運動するようなデートだったとしても、ちょっと子供っぽすぎるのでちょっと残念な感じ。まあ、彼女からしたらね、もうちょっと気合い入れてきてほしかったなみたいななってしまいます。ではですね、これをかっこよく変身させていきましょう。ではまずはパーカーを変えてみますか。こんな感じのシンプルなニットと大人っぽいジャケットに変えてみましょう。じゃあ登場してください。おお、はい、かっこよくなりましたね。ちょっとかっこよくなったんですけど、パンツと靴がすごいカジュアル感も強いですし、これは一緒に歩くのは私は恥ずかしいです。はい、はい、すいません。うん、ボトムをですね、大人っぽいテーパードパンツに変えてみてください。はい、いってらっしゃい。はい、あ、終わったっぽいんでちょっと読んでみます。登場してください。わっ、ちょっと遠くから来た感じでもうすでにかっこよかったですよちょっといい感じじゃないですか。これはもうデートにねぴったりなコーディネートになってます。すごい大人っぽい感じのコーデですね。まあ、デートでね、女性の方にこう残念な思いをさせないためにも、こういった綺麗なコーディネート、30代40代らしいコーディネートをしていただきたいと思います。でですね、これからの季節はアウターもね必要になってくると思います。でもしデートでそんなにこうカチッとしていない場所とか、こう、まあ、ショッピングとかね、カフェに行くってなるんだったら、こんな感じのマウンテンパーカーなんかをおすすめなので、こういうのをね羽織っていただくと、まあ、マウンテンパーカーのこうカジュアルさが加わって、こう親近感が出るので、これもいいと思います。いいですね、マウンテンパーカー。ちょっとこう抜け感が出ます。結構きれいめに寄ってたんですけども、マウンテンパーカーが入ることでちょっとこうカジュアルな雰囲気にもなりますね。でもし、まあ、レストランとかこうおしゃれなねディナーに行くってなったら、もう決めてってもいいんですよ。はい、もう決め決めコーデで行ってもらって大丈夫です。わかりました。はい、はい、なのでこういったチェスターコート着ていってください。ぜひこれはねドキドキさせられますよ。もう最上級にかっこいいコーデができちゃいました。まあ、こんな感じでですね、だんだんこうきれいめなアイテムを取り入れていただくと、かっこいい感じのデートコーデになります。はい、というわけでデートコーデの作り方いかがだったでしょうか。男性はですね、やっぱりちょっとこうカジュアルな服装の方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それがねダメっていうわけではなくて、まあ、女性はやっぱりちょっとこうきれいめな要素があるコーディネートの方が好印象になるので、今日の動画をぜひぜひ参考にしてみてください。というわけで、今日の動画がちょっとでも楽しかったよとか参考になったよという方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。